商店街っていうところに、まあ、古着屋とかカフェとかバーとかリサイクルショップとかがあって、まあまあ、あの辺を、まあ、僕はブラブラしてることが多かったりするんですけど、まあ、デモじゃない時でもいっぱい付けがあるんですね。で、まあ、どうやってその、まあ、対話できるような場所を作るのかっていう話をした時に、ショートのランのデモって若者のデモのように、まあ、イメージあるんですけど、確かにまあデモに出てくる人は若者ばっかりっていうか、まあ、若者多いんですけど、実際にショートのランが普段生活してるっていうか、まあ、普段、まあ、だからリサイクルショップなんかやりながら商売とかやってる時に付き合う人たちっていうのは商工会議所のおじちゃんおばちゃんだったり、あとまあ商店街の隣の蕎麦屋のじじいだったりとかっていうので、結構いろんな人とのつながりは本当に多いんですよね。だからまあ例えばまあ原発推進派の自民党を支持してますっていう人でも、洗濯機が壊れたら新しいのが必要でなるべく安く済ませたいからリサイクルショップ近くのところに行くっていうのもあるんですよね。そういう時に、まあ、ちょっとなんか原発の話じゃないんだけど、ちょっと椅子が置いてあるからちょっと飲んでみましょうよとかって言って、飲んでる時に原発ってどう思いますかねみたいな話をしたりとかってするようなことをやっぱりしてるらしいんですね。実際してるし、僕もそういう場に何かも立ち会ったりしてるんですけど、つまり何言いたいかっていうと、そのさあここは対話の場です、原発について若い人と年配の人が一緒に話をしましょうっていう場を作るっていうのは大切なことなんですけど、でもやっぱりいかにね、その日常生活の中に自分たちの原発の問題っていうのをどこまで組み込むか、活動を本当に組み込んでいくかっていうことは本当に大事なことだなと思って、で、ちょっと何のデモとか見て、まあ、デモっていうか、まあ彼らがやってることとか見てると、それはすごく、まあ、先まで行って達成できてんじゃないかなっていうのは一つ思うことなんですね。で、実際にその素人なんだけじゃなくて、あ、ここがまあ杉並区の公園なんですけど、杉並デモっていうのもあるんですね。あのデモの実行委員会っていうか、まあ、会議が一番ミックスされてるなっていうのは、僕はこれまでたくさんのデモの会議が出てきた印象なんですけど、150人ぐらいで本当に会議をするんですね。で、杉並区の商店街の周りの人だからもう共産党の支持の人も社民党の人も公明党の人まで来たりするし、まあ、商工会議所で商売やってるって人とか、まあ、近くでパーマ屋やってる人とか、まあ、そのパーマ屋の子供の中学生の兄弟が、まあ、会議に参加してて、まあ、だから一番ミックスされてる結果はやっぱりその、まあ、地元に根ざしたって言い方だけしたら、まあ、単純なんですけど、まあ、でも何て言うんですかね、例えば皆さん仕事持ってると思います、でウィークエンドだけこういう活動で参加してますっていう人も、まあ、いるとは思うんですけど、まあ、そこをどこから超えるのかなっていうのはやっぱりいかにこう自分の活動に強い人なのかっていうことが大事なんだなと。何でもありありがとうございます。なんかもうそろそろ時間が